なんか保険の話とか今あります？買えっていう話、はい、ない。あ、ないですか、うん、いらんって言ってるもんね。あ、そうですか。もう言わんといてくれ、そんなこと。あ、先週末にね、まあ、聞き流してもらったらいいんですけども、どうだ、ね、外資系の会社がね、保険、外貨ドル建てで、販売15日までっていうのでやっとるんですけども、うん、10年間 3.8 の固定でいう話 で、うん、で結構やる人はやってはるんですよ、なんか、ちょっとバブルみたいになってるんです、うん、10年間固定ない 3.8 はもう守られてるんで。個人、個人でも法人でもどっちでもできます。法人はあのあれど経費、費用はどうですか？費用にはならないです。全部資産です。資産か、はい、あ、ただ離職目的っていう話ですね。でドル買わされるってことでしょ？円で払って、例えば1000万出したらそれドル建てにされて保険に入って、で10年間解約できるんでしょ？目減りするんでしょうか、ね、目途中から目減りします。怖いよそんな、夫の仕事よそんな、それ。ただまあ 3.84 っていうその利率にみんな行くみたいなんですね。いや違う、今日131円ぐらいでしょ、はい、132円とか132、3円ぐらいで買わされてるわけでしょ、ええ、で今の資産で言ったら90円切るとその10年経った時に、うん、90円ぐらいでトントンらしいんですよ。10年ででしょ、はい、うん、ええ、いやドルが10年も持つと思ってんの、みんな思ってるからやりはるんでしょ。怖いわなんか今背筋寒くなったわ教えたらええの、井口さん。いや私のお客さんじゃないですもん。あ、他の話でそれこんなんやってるでっていう話聞いて、で今お話ししてるっていう状態なんで、私のお客さん直接じゃないですか。これはそれだってもう1年ぐらいで結構やってる人はやってるみたいですね、うん、いや何も知らんと怖いな、うん、冗談抜きで、うん、これ円高やで次もう 200%、うんうん、80円とかまで一気に突っ込んで、もう恐怖ちゃうその人ら。もう80円だったらもう泣くしかないですよ。でも、でそれで終わりゃいいけど、やめようってなったらどうなるの、そのドルでやめようってなったら。だからまあ逃げ道はそのドルベースなんで、ドルでそのまま持ってドルで使ってしまったらっていう話なんですよね。いやそれ9ドルじゃないですか。あ、まあ9ドルですけどね、ええ、日本やったらそんななんていうかドラスティックなことはあんまり起こりにくいけど、うん、トランプ出てきたらどれぐらいか分からんで、ね、そんな笑ってるけどまあね、トランプさんはね出てくるで、あれもう出るって言ってんから、3日ほど前に。なれますかね、でもトランプさん。いやもうトランプは勝つやろ、もう勝ちますか、ね、ちゃんと選挙すんねんから、今度は不正選挙でけへんねんから、もうてかおらんやん、ほか民主党なんか誰も。いやもしくはトランプがならなかったも、トランプ共和党のトランプの子分みたいなのがなるはずでしょ、後ろがトランプになってくるんで。いや突然今までドル終わりって新しいドルってなるよ、すぐ あれやで今まで見てるでしょ、はい、なんか漫画みたいなことが起こるんやね、これ映画みたいな。極端にやりますわね、今までのしがらみがないから思い切ってやりますわね。怖いこと言うな、すごいな、そんな人やっぱおんねや。めちゃくちゃ売れてるらしいんですよね、ルーブル買っといた方がやっぱだやろなじゃああれ言うけど、侵攻するウクライナに侵攻するちょっと前に空売りかけて、はい、で買い戻してるやつなんてやっぱおるやつやな、インサイダーじゃねえやろ、知ってるやつらは、ね、はいはい、分かりますもんね。侵攻する前なんてもう当然空売りするわけでしょ、はい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 、ルーブル大量に、はい、それで実際問題タイドルでえらい下がったでしょ、で1日で戻したでしょ1日で元に戻ってきて、今2年前よりルーブル強いじゃないですか、うん フランスかナポレオン戦争の時のロスチャイルドがね、こう噂流して、
空売りして大儲けしたみたいな、あんなレベルの話ちゃいますの。ルーブル戻した分1日ですよ。1日でしたっけ。1日ですよ。たった1日で進行した日にドタ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 って言って、ルーブル終わりだって騒ぎ出したら何のことない次の日になったら元に戻ってくるみたいな。もう買い戻してるってことですもんね、あれ。明らかにもうだからあれでしょうね、あの情報操作でわーっとやったらなんぼでもみんな、うん、それの情報だけでついていてわーっといっちゃうんでしょうね。明らかに買い戻したって感じでしょ。スシローの156株価下がったと一緒の話ですやんか。スシロー、あんなのか株価操作でやられる可能性もあるわけですよね。いたずらして株価バーン下げといて、いやだって空売り入ったらしい言われたよ、あのあれの前に、はい、やっぱり、なんか市場は健全ではないですよね、完全にね。どう見てもね、ただ過剰反応しすぎるんですよね、今の時代。情報早いから、まあ、情報がいっぱい入りすぎるんでしょう、ね、そうなんですよ、情報って本当の情報とその情報もいろいろもう玉石混合じゃないですか、ネットの世界は。でもう出てきたらそれほんまやっていうのでついていく人がいっぱいおるわけじゃないですか、だから言い方悪いけど、ネタにされるんですよ、何でもかんでも格好の、だからあのスシローじゃないけど醤油のなんか瓶舐めるとか、コップ舐めるとかって昔からあったじゃないですか、あんなことはっきり言って、ねえ。でそれが何て言うかな、ネタにされて もう炎上させられるっていうか、テレビとかで。だからなると今度何て言うかな、監視社会っぽい方に持っていかれるかな、カメラつけろとか、だからあんなもんに踊らされすぎですわな、みんな。いや昔は普通やでこれみたいな。子供がやることやもんな、やってたよなあんなこと、過剰すぎる、過剰って怖いってことよね。そうですね、まあ、自分たちの都合のいい部分だけ切り取って情報を流せますからね。そうなんですよ、だこの対策打てっていう話になってくるでしょ。そうですね、だそれが監視社会っぽい方に流れていくでしょ、政治家とかでもそうですもんね。長いこと喋っててなんか一部分だけ切り取られて、その部分だけやったらすごい悪人みたいなのになるでしょ、なったりとかもするわけじゃないですか。それでね、あのまあマスコミもそうですし、我々も見て、あいつはけしからんって言ってますけど、全文聞いたら、あなんや別に大したこと言うてないないかっていうのは結構ありますからね。ほんまそこだけ切り取ってやるからな。だからもう新聞とかテレビで見たらなってことやね。思い通りに、もうダメやったらもう全部見るなりすると、それで判断せっていう話ですよね。まあでもあれでしょ、週刊誌はだいぶなくなってきたな。そうですね、朝や週刊誌とかも長いかんなったし、まあ週刊誌とかもういらないでしょ。いらないと思う、もうね、そんなん見たい人はネットでビビッと見て、ヤフーニュースとかで、ああこんなんなんや、あははみたいな感じでいけますからね、もうだから旧メディアはもうまだテレビかろうじて残ってるけど、もうなくなるやろ、ほんま。コンテンツがいっぱいもありますからね、今のだから。ほんまそれこそ段階の世代の人たちがちょっとある程度もうあと10年もしておらんようになったテレビってほんまもう価値なくなるんちゃう。なんかどっかなんか診療所とか風呂屋行って流れてるぐらいのものになってまうんちゃいます。だから今の若い人って YouTube とかね、普通のテレビ見るようなタイミングで YouTube 見たりとかいろいろしてますもんね。はあ、まあ茶の間にテレビっていう時代が終わったってことやな、これ ね完全にな。テレビついてないもん、なんかで。ついてる、キングさんと。うちはついてます。ついてる。うち、なんでテレビじゃない。もう長いことつけたことないから。ああ、そうですか。ついてますけど、まあ、癖で、習慣でついてる感じですね。だから子供らはもう、自分のタブレットでなんか違うのを見てたりとか。そうでしょ。これほんまに、なんちゅうかな、家でちゃんとね、みんなでプロレス見たり、ドリフ見たり、プロ野球見たりするっていうのもないってことだよ、ですね。もうそんな同じもん見て次の日学校行って昨日のドリフ見たとかっていう時代じゃないってことですね。もうね、はい、だからみんながこう、入ってきてもう何ていうかな、受け取ってる情報がバラバラって感じになってくるんだよな、これ。すごいな。どうですか、日銀。日銀ね、あの学者さん、なんか大学の先生なんでしょ、あれ。共立女子大学なんだよ、
学者、御用学者やなあれ。多分あの誰かに操られるか、それかあの竹中平蔵さんみたいにその理屈で、あの実際のところは置いといてわっと言ってしまうかなっていうリスクもあるのかなと思います。そうしているじゃないですか、うん、平蔵さんみたいにこう世の中こうなっていってるのに、いや理論的にはこうやみたいな感じで、うん、ええ、我が道を行くもんな、ええ、竹中平蔵ちゃん、ええ、あれでだいぶ日本もちょっとズタボロだったもんな、ええ、もう、はい、また出てくんね、たまに。そうですよね。なんかコモかなんかなっとるじゃないですか、まだ。なんか変なこと出てきて、なんかまた、もう、なんていうかな、もう変な、こう、なんていうのかな、もう、なんかあの人の言うことをそのまま言ったら、もう人間、なんかこう、全部潰されるな。その雇用市場もそうやし、むちゃくちゃにするもんな、だからどうなんやろ、あれ日銀だから今まであんなんずっとあれでしょ、もう日銀出身者でしょ、ほとんど日銀とか財務省とか大蔵省でしょ、はいはい、ほとんどがあんな初めてじゃないかと、あんな外からピョンと来た。だからやっぱりあれじゃないですか、岸田さんが今他で集中砲火浴びてるんで、また日銀出身者とかやったらまたそこもわっと炎上するじゃないですか、それ避けたかったんじゃないですかね。まあそれかもう生きのかかった日銀とか財務省の息のかかったのが出てきても変えられへんかもわからんな、もう金融緩和っていうのは継続で。それか今誰がやっても厳しいじゃないですか、今家中の国拾わしといて、うん、楽になってから次の人っていう、うん、そんなあれかもしれないですね、うん、でもな日銀出身の人って次あの人天宮さんとか言おったやろ、嫌、やと思うねんな、こんな一番、嫌なとこで出てくんの。そうですね、もう崩壊するとこで出てこなあかんわけでしょ、これニッチもサッチもいかんとこで。どうやっても非難はある程度されますんでね、うん、まあ誰あんまり責任がなあ、こう日銀出身者ってちょっとプライド高いから嫌よな、そういう役目背負うの、はい、うん、だからなんかその辺の学者でちょうどいいのおらんのかみたいな。バーランキと同級生やねんで、うん、まあ学者やったら箔つきますもんね、うん、日銀総裁やりました。いやこれでも最後の総裁やと思ってるんだよ。日銀のこれが今回が箔がつかない、逆の場合もあるのか。日銀を潰す最後の人やと思うね、うん、だから思いっきりもう理屈攻めで利上げしていくかやな。あのバブル潰した人ってね、はい、三重野さんやったから、はい、あんな感じやば、はい、何を言おうが利上げしていく、締めるみたいなんか、はい、それかむちゃくちゃとんちんかんなことやって、ぐっちゃぐちゃに潰れてまうか。だからあれですよね、もう経済界はビビってますよね。ビビるよ、そんな学者が出てくんねんから。だからもうやるにしても徐々にあの対応できるようにしてくれって、なんかもう泣き言言ってるじゃないですかみんな、だから経団連なんてもうあれちゃう、もうめちゃくちゃ怖いんやと思うで。今までやったらね、日銀の出身者とかやったらこういろいろね、それでやり取りしたら大体こうやるとかっていうの見えますけどね。ちょっと思い通りに動かせますよ、経団連やったら。ある程度はタイミングも、もうちょっと待てとか、もうちょっと金出すとか、それできへんでしょ、もう聞いてくれるかどうかわからないし、そうですもんね。あもうパイプもないし、で首相の岸田さんがトンチンカンですからね。あれでも地味なんちゅうかな、あれもう政府というか政治と切り離れてんちゃうんかな、もう今度の新しい日銀の総裁なんで、もう完全にコントロールできへんとこから来てるんやと思う。あれ多分完全にコントロールできない、だから自民党がコントロールできない日銀総裁連れてきてるはずですよ、あれ鳴らしてるはずですわ。かというてそのあの黒田とかあれみたいにアメリカの言うことを聞かされてる総裁でもないと、全然ちゃうとこから来てると思うんですよ、元が、うん、だからむっちゃ怖い思うよ経団連だ、どないなのよこれみたいな。いやあんな人突然利上げさせたらほら1年で 4% 5% 上げるってことでありえるかもわからんからね。そうですね、
まあ上げるのはしょうがないと思うんですけどね、うん、徐々にこう影響を見ながらね、ちょっとずつ 0.5 ずつとか刻んでね、であかんと思ったらちょっと歩み止めるかちょっと一旦下げるとかね、そんな人をやったらええなという、なんか学者ってそういうことをしないっぽいので、うってつけでしょ、こうやってやったらその経済の仕様で言ったらこうなると、だから今は悪いけども黒田さんみたいにいついつになったら4何年とかっていう理屈で来られるときついですよね。2年間で都合 3% ぐらいまで利上げしたら多分ほんまに終わるで、3% ぐらいなんかでもアメリカ 6% でも 6% でもなんかこうあかんみたいな、まだ行くぞみたいなこと言ってるからFRB 8% まで上げなあかんって言ってるんでね、利上げ8% の利上げはすごいですよね。まあアメリカっていうとこは怖いで、だから8%アメリカで事業ってかなりもうきついんちゃいます？だからいやドルがないっすよ、もうほんまに今もう金も集められないし、人雇おうと思ったら最低賃金べらぼうに高いし、そうですよ、何もかも上がっていくし、でももう完全無理ですよ、もう FRB、あれアメリカはもう、どう考えたってどうやってそんな 6% 超える金利で資金調達して何ができるんですか。そうですね、どうやったって無理じゃないですか、それは詐欺、なんか詐欺的なことするしか無理ですよ、そんな。人権にとんでもないし、ヨーロッパも一緒じゃないですか今、だから日本なんていやどうこれ 3% ぐらいまでいったら軒並みあかんよなっていうこともでも、そうですね、中小企業は残れないとこがいっぱい出てくるんで、そうなるともう大企業も当然ねサプライチェーンとか潰れるんで、大打撃ですよね、ね、それと同時にまた一段高でなんか燃料資材やな、一般のね普通のなんか食品とかそんな上がってないもんね、言うほど、まあみんな当然文句は言いますけども、なんとかもやっていけるとは思うんですよ。一番むちゃくちゃなのは燃料やな、ガスとか電気とか、ガスとか電気とか ね電気はだから製造の人とかに聞いたらもうえげつないって言いますよ、倍とかなってますから、倍なってるんですよ、実際だからオール家電の人なんて地獄っすよ、ほんまに。カセットボンベいっぱいこそいた方が良かったんですよ、そうなんですよ、高い金出してね、オール電化にしてね、カセットボンベ買ってね、あのカセット いっぱい備蓄しとったらね、だいぶちゃいますよ、まあ、家庭は、ほんまにこれ電気代すごいよ、すごいです、だから電気いっぱい消費する事業はもう成り立たないですね、パチンコとかもそうです、そうでしょ、えげつなく電気使いますからね、でしょ、EV か言うて何やねんそれみたいな話でしょ、めちゃめちゃ高いやないかっていう話でね、うーん、一回上がったら下がらんでしょ、でそうですね、こういうもんで、はい、あんまり過去にないもんね、上がった分が下がるっていうのはあんまり、一瞬ちょっとなんか形ばかり下がるんですけど、気がついた時また同じになってるんです、なってますよね、人々って慣れてまうからな、1年こんなんが続くと、まあ電気代はこんなもんやと思い込むからね、えらい世の中なってきてんねこれ、だから、エネルギーが一番やっぱきついですよね、きついっすよ、一般市民もそうですし会社もそうですし、先物 の相場なんかはもうウクライナ、ロシアがウクライナとあれ始める前に戻ってんねんけどな、相場は、だから終戦見込んでると思うし、よく全然下がって一段落してんねんけど、政策的に上げてるもんな、ね、西側は明らかに、だから材料費が上がってるっていうわけじゃないよな、もうここまで来たら、もう落ち着いたもん完全に、なのになんか国の政策で上げられてるみたいな、だからひどいことやってんねやろな、どっかでもう大笑いしてる人がおるんでしょうね、大儲けしてるんでしょうね、大儲けはええけど困らして喜んでんねやろな、やっぱりな、なんか知らんけどちょっと、まあでもこれ以上上がってくるとイギリスなんかひどいからね、月ほんま家庭でも8万円とか7万円とか電気代払ってるから10万円今もなんか北海道の人とかもうえらいことになってますよね、でしょう、年配の人とか、ね、一日中家におるような人やったら寒さはね、耐えられないですからね、灯油も高いしな、
まあ本当これちょっとの間はこんなんやろな、まだ 2,3 年、まあ明るあれクレディスイス出てたでしょ、はいはい、もういよいよあれいきますかね、行きます行きます 200% ですわ、うん、だからやっぱりヨーロッパから行ってますよ、うん、金融のお膝元ですわ、やっぱりヨーロッパの金持ちが金預けるようなところから崩れていくって感じですかな、取り付け騒ぎになってますよ、うん、まあだから金持ちがね、うん、取り付けてガン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 金引っ張り出してるから、うんうん、もう止まらんみたいですよ、あまあそういう流れ一回できたらね、うん、もう流れに飲まれるしかないですもんね、うん、なかなか止めれないですよね、うん、でドルが入ってけえへん、足らんねんよドルが、FRB が占めるし、ね、中国にあるドルも結局アメリカに国債に返ってけえへんのですってね、金とかゴールドとかあのものに全部変わっていってるみたいですわ、うん、そこら中のドルが、はい、うん、そらそうやわな、また国債買ってあげようとか、もうちょっと待っと置いとこうかっていう人を国もないよな、もう召喚来たらすぐ次現物に変えるって感じですね、ドル国債買おうかっていう人おらんでしょ実際、うん、だからああいう感じで金融ってもあかんようになっていくねんな、なあ金利と国債やねんね結局は、だから日本も一緒なんでしょうな、金利が上がっていって国債が売られるっていう形になっていくんでしょうね、ほんならもうお手上げ状態になるんでしょうな、そうですね、調達できないもんなりますもんね、なあ、うん、こんだけドル買って支えてあげたのにな、日銀が今まで。もう次の人は買え、あの人は買えへん感じやろね、もう。うん、アメリカが何を言おうが、おぉ、別にいいみたいな。日銀が買わんかったらアメリカ終わりでしょ、もう、うん。ああいう人はちょうだいんじゃん、役回りとしては。しがらみもなくて学者前としてたら交渉とかそんなもあれですもんね、日銀のせいやとか財務省のせいやっていうよりあの学者が悪いっていうぐらいの話で追われるっていうか、いやー我々言うてるんですけどねっていう、ね、あの学者は僕頭が固くてみたいな、でいややめさせろとか言ってやってる間に終わってまうみたいな、自分らは守られた立場で言いますよね、あれ言うてるんですけどねみたいな感じでね、入れますよね、日銀の人たちはね、まあでも財界が締め上げられるやろな、なんかそんな気がしてならんわ、うん、経済界が、うん、予期せえへんようなこと起きると思うわ、うん、あの人もどいたでしょ、経団連もあの人、トヨタさんもね、あ、どういたんでしたっけ、うん、社長も降りて、経団連も降りたんですか、うんうん、完全に、うん、副会長あれになったな、あの女の人やったな、フランスの何の会社やったかな、あれフランスの本社の会社ですよ、フランス本社の会社、うん、副会長ね、女の人ですわ、あの日本人何て言ったかな、あれ何ていう、何の会社やったかな、水、うん、あ、水といえば水やったと思う、私がそれがあんなもんが副会長の経団、日本の経団連違いますよね、だからもう、うん、もうええようにされてんちゃいます経団連ももう、うん、今までと感じが違いますよね、だなんかあんねやろな、トヨタがもうあんなになんかこうもうあんまり関わり合わんように持っていってるもんね、トヨタって、だからみんなで話し合ってっていうのはもう鬱陶しいになったかもしれないですね、うん、EV も含め電気自動車もそうやし、なんかもうこれもうこんなんとか変わっとってもしゃあないぞって、トヨタなんか一番よう分かってるでしょ、まあ、トヨタ一番腹立ってましたね、うん、自分らがねハイブリッドでワーッと出ていったらヨーロッパとか絶対勝たれへんと思って、うん、ゲームチェンジさせるために、うん、あの電気自動車やとかって言い出したじゃないですか、うん、今となったらね当然ハイブリッドの方が絶対いいわけじゃないですか、うん、水素も含めてな、だからなあ、あれあのぐらいの会社になったら多分情報も持ってるんでね、分かってるんやと思うわ、政治よりも、やっぱり商売っていうか企業の方が早いからね、役人より動きは、肌で感じますもんね、海外の拠点とかあるから、うん、東京本社売ったでしょ、売ったんよ、あのどっか行くんちゃうんか、もうトヨタももう
海外ですから、ね、うん、もう嫌なってきてんじゃんもうなんかもう乗っ取られた、いやいの言われて、うん、道がないと思ってんじゃん。逆にあそこなんかうまいことやってん、鈴木とか早うにもう向こう出ていったでしょ、インドネシアとかタイヤとかあっちばっか売ってるもんね、はいはい、あれもよっぽどガソリンガ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 ンたくようなやつうまいことやってますよ、鈴木なんか、うん、トヨタはちょっとみんなで救ったらなあかんわ、あれもう嫌になってんちゃう、もう未来ないと思ってんちゃうんかなトヨタって、うん、だからちゃんとなその政治っていうかあんな変なやつらに乗っ取られてなかったらもうとうに何ちゅう、飛行機もそうやしロケットもそうやしすんごいもん作ってるよなトヨタとかホンダとかって言ったら、そっちね、ヤマハとかね、あの辺集まったら、やらしてもらわれんねんもんな。まあホンダはね、小型ジェットかなんかちょろちょろってやってるぐらいですよね。あの辺が本気になったら、三菱重工業とかあの辺固まった本気になったら、ボーイングやとかエアバスやとかね、技術はもう持ってますよね。蹴散らされるわな、やらしてもらわれへんだけで、あこれ日本企業辛い思いしてきたやんなこれ、ほんまにレオ頑張った方やと思うけどな、トヨタなんかどうです、もうもうコロナの返済始まりますけど、皆さんきついって言われてるとこは借り換えしてくれって銀行さんに依頼されたりとか、うん、付けしてくれとかっていうのはちょっとずつ出てきてますね。柔軟に応じてくれてるんかな、借り換えはね、向こうからしんどかったらやりますよとかっていうのは出てきてるみたいですね、うん、まあそうせんと自分らはね、うん、バンダイされたら困りますからね。なあなあ、うん、まあまだまだあと何ヶ月ある、まだ 3,4 ヶ月あるか、今年の6月ぐらいからでしょ一気に始まるの、そのままやと思う、ね、一番目いっぱい引っ張ってるところでな、はいはい、うん、さあこれはでもすごいぞこれそうですね、タイミングが全部合うてるって気持ち悪ない、うん、あの日銀の総裁出てきてで利上げ始まる最悪のパターンですね、わかるでしょなんとなく、うん、いや逆にほんまにねそこそこの瀕死になってるね中小潰そう思ったら一気に潰せるチャンスよ、これ一気に潰せます、ほんまに今回は、ええ、一瞬で潰せますよ、金利 3% ぐらいまで持っていってみる、もう一発アウト、息の根止め、止まるで、はい、うん、もうあっという間ですわ、まあでももうさそんな金利上げられたらもうええわってなるよな、開き直れるよなもうそこまでいったらもう延命も何もないんで、もう万歳したらええやんって、もうそう、あんたらそんなこと、俺らみんなで手つないでやめるわみたいな、多分あれちゃいます、あの計画倒産してはるんちゃいますみんな、うん、もう金目のもんはこう裏でも全部流してしもて、うん、金にしてしもて、うん、で万歳がいいと、それは開き直りますよ、あまりにももうなんかもう復活できる目がなかったら、ね、まあどれぐらい入ってんのかコロナの融資知らんけど、まあそれ以外の分も含めて結構入ってるはずやから、まあ、ちっちゃい零細なんて逆に言うたら零細個人なんて言うたら 1% 上がっただけでも瀕死ちゃうもん、そうですね、うん、あれまあリスケは別としても5年全部で10年やから7年ぐらいの返済でしょ、はい、今回の3年と向こう7年でしょ、はい、7年で1億入れとったら 1% 金で跳ねたらちょっときついと思うでやっぱ、はい、うん、まあ、なんかタイミング的に絶妙のことやってるからありえそうな気するわでも恐ろしいですね、恐ろしいですね、そんな気もせんでもないでしょ、わかるでしょ、そうですね、1、2件ちょっとしんどいとかっていう話が出てきてますからね、私のお客さんでも、とりあえず借り換えちょっと銀行さんに相談したらどうかっていう案内しましたけどね、うん、結果は出てないですけど、まあ話は全然落ちてくれてるみたいな感じで言われてるので、うん、やっぱ現預金のストックはないの、そういうとこは吐き出してしもてるんですね、で多少残ってるけどもまあ先行きそんなにないと、で事業もそんなにすぐ復活する目が見えへんっていう、ね、保険なんかで母外にはないの、母外にそこはないですね、私の思ってる一件は全然ないですね、計算してやらなかわいいな、
ある程度ストックした状態で入れとかんとな。そうですね、あれやったら総裁してまうぐらいの感じだよな。株とかにも突っ込んではるんですけども、生産者やっぱだいぶ目減りするんですよ、ね、生産できへんのでしょ、だから、ね、だから最悪も生産者でもっていう話は言ってるんですけど、そう、だけど最初もうあれやな、場所間違えなかった不動産の方が強いな、ね、資産は、はい、どうにでもなるっていうのかな。株なんか怖ってやってられんもんな、もう。そうですね、リブさんもやってんねや、株。株やってないですよもう株はやらんとこと思ってるんですよやったらもう常にパソコン触る仕事じゃないですか、うん、気になって見てまうじゃないですか、うん、もう仕事にならんと思って、ないな、下がった下がったでずっと見るしな。そうなんですよ、上がったらいつ早く売らなみたいな話な、いやまだまだ保ってんのかな、2万7000円ぐらいで日経は。そんなに前後してますよね今ね。なもうやってる人はね、いろいろいらっしゃるんで、なんでやれへんねやってみんなに言われますけどね、うん、いやいや、あのお宅らずっとパソコン見てずっとしてるけど、私そんなんしてたら仕事できませんやんって話で、バグチはな、年配の暇な人はええみたいです。それ見てこう日がなね、うん、ああ上がった下がった、この情報があったから上がったやなとか下がったやなとかって言って、うん、暇つぶしのボケ防止になってるみたいです、